ご視聴ありがとうございます。プロ野球選手を紹介する川野名鑑2021担当の川野まりなです。よろしくお願いします。今回は東北楽天ゴールデンイーグルスの島内宏明選手ご紹介したいと思います。ということで皆さん、島内選手についてどんなイメージをお持ちでしょうか。コメントぜひ寄せてください。いつも見て励みになったり、クスクス笑わせていただいたりしてます。なんかちょうどその選手をご紹介した直前の試合とかで、例えばこうピッチャーがむっちゃいいピッチングしたりしてると、相手チームのファンの方が今日この人に抑えられましたとか、そうコメント見るのも私にとっても楽しみになっているので、ぜひ楽しんでください。川野名鑑は毎週水木曜日21時に配信しています。ぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それでは川野名鑑プレイボール。まずは東北楽天ゴールデンイーグルスの島内宏明選手のプロフィールをご紹介します。1990年2月2日生まれ、石川ご出身で、左投げ左打ち、星稜高校から明治大学、そして2011年のドラフト6位で楽天に入団されました。明治大学で、しかも星野仙一さんが監督だった時代にドラフトということのご縁もあっての入団というふうに伺っております。そしてこちらが去年2020年の成績です。打率2割8分1厘ということだったんですけど、4番浅村選手、5番島内選手ということで、クリーンナップの一角を担って座っていたというようなシーズンでした。そして今年の成績がこちらです。打率こそ2割6分3厘、嘘、信じられない。私もっとバチバチに打ってるイメージがある。というのも得点圏3割超えだし、そして何よりもこれですよね、打点81、これが現段階でリーグトップの成績です。それなんですよね、なんかこう犠牲フライで1点とか、なんかやっぱりチャンスで島内選手だと点入るんじゃないかっていう期待がすごく高い、そんなイメージがあります。相手のチームのファンの方からしたら、ピンチで島内選手一番なんだかんだ嫌だわって、怖いわっていうイメージがあります。しかもなんかライト線にどうしようもない長打、もうすぐに取りたいのに取りに行けないような長打を打ってるようなイメージがすごく勝手な川野のイメージではあります。しかもオールスター前ですでに66打点だったということで、すごいこう勢いで駆け上ってますよね。2番鈴木大地選手、3番浅村選手、そして4番島内選手で返すみたいな流れができてるのかなっていうふうに思います。だって怖いですよね、浅村選手と対決するのも怖いし、ネクストバッターズサークルに打点王の島内選手がいるっていう光景ってさぞ怖かろうなといつも思いながら中継を見ております。ここまでは東北楽天ゴールデンイーグルスの島内宏明選手のプロフィールと成績をご紹介しました。さてここからは川野まりなが日々したためている川野調べから島内選手についてご紹介したいと思います。ということで、島内選手は石川の星稜高校ご出身だからかって思いましたね。あの談話で奥川投手について語っていたりもしました。で高校時代には3年の夏に1番ファーストで甲子園にも出場されています。そして明治大学を経て2011年のドラフト6位、再入団だったんですけど、この年の同期入団に岡島武郎選手もいらっしゃって、渋くて最高に痺れるドラフトですよね、今思えば。だって今もずっと楽天にいてくださるんですから。そして2017年に全試合出場を初めて果たして、翌年も2年連続で規定到達して今に至るという感じなんですが、2020年のオフには FA 権が得られたんですけど、そこで FA 権を行使せずに楽天に残ってくださるという風になり、楽天一筋で今までやってきてくださっています。そして今年打点を今走っているということもあるし、地元でも開催されたオールスター監督推薦で選ばれて、2戦目には MVP にも選ばれました。
しかもやっぱ一番印象深いのはこのアイブラックを丸と×でほっぺたに書いて出場されて MVP にも選ばれたので、もう本当丸×のアイブラック島内選手がもう目に私は焼き付いてるんですけど、元楽天で同僚だったウィーラー選手もファーストも持っていて、島内選手が丸×状態でランナー出た時にわーって笑ってる写真とかも見て素晴らしいと涙ぐましい気持ちになりましたが、そのアイブラックは同じパリーグ代表でオールスターに出場されていたアツオことマッチ選手が書いたアイブラックだったということで、その交流も素晴らしかったです。そしてもう一つ打撃面ですごい記録があって、それが2019年に全打順ホームランを達成しています。だから1番から9番まで全ての打順でホームランを打っているということですね。これは NPB で11人目の快挙ということです。あとですね、私が個人的にグッときたのはやっぱ一番川の調べで皆さんと分かち合いたかったのは島内五六なんですけど、何かというと島内選手打点上げた時とかホームラン打った時とか何かこう試合を動かした時とかに談話が広報さんが撮ってくれるんですかね、発表されるんですけど SNS を通して、それが島内選手めちゃくちゃユニークで、一番有名なのはこれかなっていうのを例としてピックアップまずさせていただくと、これ去年ですかね、7月7日のソフトバンク戦でのタイムリー談話、これが打ったのはまっすぐ、昨日コンビニに行ったらおばあちゃんにいきなり声をかけられてバッティング指導を受けました、その通りに打ったら奇跡が起きました、おばあちゃんありがとう、かっこ真剣な表情で、このかっこ真剣な表情でもしくは真顔でというところまでがワンパックとして島内語録としてランダムでこう当たるアクリルスタンドとしてグッズ化もされてたりするんですけど、ちょっと好きなんですよこれが、本当に面白くてユニークでシュール でそれを何個かご紹介したいんですけど、去年の9月29日これもソフトバンク戦ですねがエース対決なので先制できてよかったです、最近新人小深田選手に打撃の極意を伝授してもらいました、まだまだ小ブニーにはかなわないですけど小ブニー打法です、小深田選手について触れてたり、今年の5月12日ライトへ同点タイムリースリーベースヒットを打った時の談話が、打ったのはツーシーム、試合前に安楽が振りが鈍いですねと一言いただいたんで、その鈍いスイングで打ちました、安楽お前と違ってスイング鈍くてごめんな、明日から4番安楽以上かっこ真顔で、やっぱりヒーローインタビューとか談話とかって皆さんのおかげで打てましたとか誰かのおかげで打てましたとか誰かを褒めるみたいな分かりやすくストレートに褒めることとか多いと思うんですけど、島内選手は島内節でごめんなっておっしゃってるけど安楽選手との仲の良さが伺えるじゃないですか、そういう島内選手のまっすぐじゃないけどなりの愛情表現みたいな、やっぱ仲良くないとこういういじりとかできないと思うので、そういうのが本当に素敵で、しかもこうなんか談話とかって定型句とかなりがちだし、それでも私ファンとしてはありがたいんですけど、プラスアルファで楽しめる何かを共有しようとしてくださってるのかなって思うと、もっともっと生み出してほしい、直近でも犠牲フライでもコメント出すんですか？かっこ真顔でみたいなコメントもあったので、そう正直なこびないというかそういうスタイルが素敵だなと思います。そういう談話を出してくれることによって好きな選手増えるじゃないですか、ファンとしてはコブニーコブニーみたいな感じで調べたりとかして小深田選手を好きになることとかもあると思うし、小深田選手のファンの方も島内選手のことより好きになったりすると思うので、このオリジナリティ歌手としても見習いたい気持ち満載で、しかもそんだけ談話出てるってことはそんだけチャンスで活躍してるってことなんで、語録が多いイコールチャンスをものにしてるということで、これからも楽しみにしたい、そんな川の調べでここまで島内選手についてご紹介しました。それでは付録のお時間です。ここでは島内選手の応援歌を歌わせていただきたいと思います。ここで島内勝利の一打、おお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 お、ありがとうございます。打ちます。
この曲が流れたら体感得点圏打率8割くらいありますね。この曲がトラウマという他球団ファンの方は多いんじゃないでしょうか。そうで、さっき言い忘れたんですけど、島内語録であんなに弾けたというかユニークな内容をおっしゃっているにもかかわらず、オールスターの MVP に選ばれた時の楽天生命パークでのヒーローインタビューが本当にこう真面目な内容で、ジョークとかユニークなスタイルで行く時と、真摯に東北の皆さんというふうに語りかける時のその島内選手のいろいろな表情の切り替えが本当に素敵だなと思いました。親族が東北に住んでいたことも実は個人的にもあるので、東北の皆さんにも思いを馳せてしまうんですが、東北の皆さんからしても楽天生命パークでオールスターの MVP を取ってインタビューを受ける島内選手の景色というのはずっと語り継がれていくんじゃないかって、一野球ファンとしても東北に親族が住んでいたものとしても特別に感じました。ということで、そのようにユニークな自分でしかありえないような言葉で語りたい、島内選手を見習いたいと思って活動をしている歌手川野麻里奈、新曲の制作が決まっています。ぜひ概要欄から公式 SNS にも飛べますので、最新情報をチェックしてください。川野名鑑は毎週水木曜日21時に配信しています。旬な選手からベテラン選手まで幅広くご紹介していきますので、ぜひ次回もご視聴ください。ここまでは川野麻里奈がお届けしました。ありがとうございました。